平成26年台風第13号もしくはハリケーンジェヌビーブは2014年7月25日にハリケーンとして発生し8月7日15時に180度経線を超えて気象庁の予報区域に入った越境台風である。進路図7月20日に東太平洋で確認された熱帯拡乱が次第に発達して7月25日にハリケーンになり ジェヌビーブと名付けられた。27日には弱体化して、再び熱帯低気圧に戻ったが、次第に勢力を回復し、8月2日に再び、ハリケーンへと成長して、太平洋上を制診。途中で勢力を弱めたものの日付変更前に近づくにつれて、急速に勢力を回復し、8月7日15時に、ミッドウェー東近海で180度経線を越えて、 気象庁の予報区域に入ったため台風第13号として観測対象になった。7日15時時点で中心気圧950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速50メートル、最大瞬間風速70メートルの勢力を維持している。8日にはさらに発達し、8日15時時点で中心気圧915ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速55メートル、最大瞬間風速80メートルとなった。JTWC も目の大きさが14ミリに達したことから、この台風をスーパー台風と認めた。6時間後、マイクロ波による観測で目の壁の直径が69ミリとなったことが確認されたため、JTWC はこの台風がカテゴリー5にまで発達したことを認めた。 180度経線を超える越境台風は2から3年に1個程度存在するが、通常は太平洋北中部が発生地であり、太平洋北東部を発生地とするものは珍しい。また、越境後に勢力のピークを迎えるのも珍しく、8月8日時点での中心気圧915ヘクトパスカルは、統計170度から180度の地域で過去、 最強とされている。12日15時ごろ、太平洋の北緯35度、東経166度で熱帯低気圧に変わった。ありがとうございます。